マルチウィンドウのアプリでスマホを2分割して、シンプルノートっていうアプリ使って記事まとめたの上で、下が、メタのライブ配信でもやってます。カメムシの言い分、強烈な匂いは身を守るためで農作物を害虫から守っている。嫌な匂いを撒き散らし農作物を食い荒らす正真正銘の理由なんか。しかしカメムシは見た目も匂いも様々、中には農業で活躍する仲間もいた。強烈な匂いが身を回るため、匂いの出所を臭くないカメムシもいる。カメムシが洗濯物に作るのは生きるため、カメムシが農作物を害虫から守る。強烈な匂いは身を守るため、一体どういうか、カメムシは体内に匂いの元となる液体を溜めてみて、敵に襲われた時には身を守るためにこの液体を出して匂いを拡散させている。相手をびっくりさせてその隙に逃げるようという作戦で、実際にカメムシの天敵であるアリを入れた容器にカメムシの匂いがついた紙を入れてみると、アリは触覚を触り始めました。触覚で匂いを感じているアリはあまりに強烈な匂いが入ってくる、それを洗い落とそうとする。さらに様子を見てみると、アリは匂いがついた紙から離れ容器の上の方に逃げていきます。その後足取りが怪しくなるアリも、カメムシの匂いがアリの運動能力を衰えさせてしまいました。カメムシを瓶に入れておくと自分の匂いで死んでしまうことがある。それだけ危険なものを体内に蓄えて身を守っています。カメムシの強烈な匂いは自分にとっても危険なほど身を守るための最終手段だったのです。カメムシが匂いを発するのは身を守るときだけではありません。仲間と情報を共有するときにも匂いを使っています。薄い匂いで仲間を呼ぶ、ここは暖かくて気持ちいい、全員集合、濃い匂いで仲間に危険を知らせる、あそこに怪しい奴がいるぞ、敵だから逃げよう。敵から身を守ったり仲間と会話したり、カメムシの匂いはカメムシが生きていく上で重要な役割を果たしている。匂いの出所は臭くないカメムシもいる。一度匂いが放たれると女らの死臭がずっと消えない。あれはカメムシは自分が発する匂いを同じじゃないと主張します。匂いの出所はお尻ではなく腹部にあるオレンジ色の匂い袋、ここにはアルデヒドなどの化学物質が入っています。ここに溜まった液体は足の付け根にある乳臭腺孔という部分から発散させて匂いを発している。カメムシに臭いというイメージですが、実はいい匂いを発するカメムシがいます。カメムシの匂いについて、大妻キヘリカメムシの匂いは爽やかな青リンゴのような香り、オオトビサシカメはバニラのような甘い香りがする。カメムシは日本におよそ1300種類います。匂いを放つカメムシはいるのです。カメムシが洗濯物に作るのは生きるため、カメムシは生きるために洗濯物についていたり、なぜか部屋の中まで入り込んでいたりして、生きるためにとはどういうことなのか。カメムシの大好物はヒノキや杉の実で、山に住むカメムシはこれらから栄養を取り入れて仲間を増やしていきます。しかし秋になって山に食べ物がなくなってくると、カメムシたちの一部は食べ物を探しに山を降ります。そしてたどり着いたのが人間の畑、ここで果物や農作物を吸い始めます。カメムシの生態に詳しい、カメムシは人里ではなく山で増えたものが人里やってくる。山にカメムシの餌が多い年にはたくさん人間のところにやってくる。そして訪れる冬は試練の季節です。カメムシの産卵は夏の初め、産卵まで生き延びるためには厳しい冬を乗り越えなければなりません。寒さが苦手なカメムシは
おかばかの洗濯物が大好き。さらに暖かい環境を求めて隙間から家の中に入ることもある。カメムシは人間に嫌がらせをするつもりはなく、冬を越したい、生きたいという気持ちでやっている。カメムシの生涯のサイクルは、夏に山で卵から生まれ、ヒノキなどの実を食べて育つ。秋になると一部が人里に置いて火事を吸い、厳しい冬を家などで乗り越えます。春に山に戻り、夏の初めに卵を産んで冬を終えます。命を終えます。洗濯物にくっつくのは厳しい寒さをしのぐため、カメムシも生きるために必死。カメムシが害虫から農作物を守る、農業の役に立っている。高知県農業技術センター。高知県はナスの収穫量が全国で1位です。ナスに次ぐ害虫に対して長年農薬を使っていましたが、害虫が農薬に慣れてきてしまい、農薬の回数が増えて、農家の方々は苦労していました。農薬以外の害虫対策がないかと頭を悩ませていた時、カメムシの仲間であるタバコカスミカメがこれらの害虫を捕捉していることに農家の方が気づいたそうです。カメムシの多くは植物を食べますが、タバコカスミカメは雑食性で、コナジラミなどのナスの害虫を好んで食べます。そこでタバコカスミカメを呼び寄せて定食をさせるために、タバコカスミカメが好きなゴマなどの植物をナスの畑に植えました。害虫対策にタバコカスミカメを入した結果、15年前と比べて収穫量は2割増、農薬は4割減。高知県内ではほとんどのナス農家が害虫対策にタバコカスミカメを使っていて、こうしたカメムシを活用した防除の取り組みは全国各地で始まっているそうです。農作物に被害を与えるカメムシがいる一方、農作物を他の害虫から守ってくれるカメムシがいるのです。身を守るために屋根に匂いを発するカメムシですが、その仲間には私たちの生活に役立っているものもいます。暖かい場所で見かけてもいい距離をとっていきましょう。